こんばんは。もうお家ですか？俺は24時間以上ずっと起きて眠らず頑張ってます。初めましての方も多いのかな。結構年始とかぐらいから7月ぐらいまですごく僕が叩かれてたじゃないですか。で、なんかそういうことがあるたびに、まあ、僕はネガティブではなくて、なんか自分の考えてることとかをちゃんと発信できてれば、ファンのみんなもいつも僕がなんて人に言われてようが安心できるかなって思うんですけど、だそういうこう、まあ、ファンの方にも向き合うことも大事だし、アンチの方に向き合うことも俺は大事だと思ってて、今僕が考えてることをちゃんと話しておこうと思って、でアンチの方が今どんなコメントをしてくれてるのかとか、そういうのも紹介しておこうと思って、で叩かれっぱなしだったら多分みんなも悔しい思いしかしないと思うんですけど、その中でみんなも今実感してくれてると思うけど、アンチの方がさ、ライブに来てくれたりとかさ、アンチの方が作品を広めてくれるようになったりとか、なんかここのファンめっちゃすごいよねって、ファンのみんなのことを今褒めてくれたりしててさ、なんかすごい俺的にはこう心温まってるんだよな。俺今制作期間で毎日心すさんでてさ、もうずっと寝てないとさ、人間って心なんか壊れてくるからさ、なんかそういう一個一個に今俺は本当に救われてて、君のおかげで俺は今救われてるよってことをちゃんと言っときたくて、まあ、アンチの方からどんなコメント来てるかとか、そういうのを 今から紹介します。まあ、それでみんなが、あ、白瀬はこうやって言われてもこんな風に感じてんだなって、みんなが思ってくれることが安心につながるかなと思って、それでなんかちょっと一応何言ってるか分かんないかもしれないけど動画撮るね。本当に制作期間って言葉がなくなっていくんですよ。だからこの人何喋ってるか分かんないってなったら今日ごめん。でもちゃんと伝わんなくても伝えたいって思う気持ちが大事かなと思って、だから動画撮らせてください。はい、こう年末年始ぐらいからずっと叩かれすぎてて、なんかファンのみんなとか多分心配してんだろうなみたいなのがあってさ、でなんかこの3日間ぐらいも TikTok とかあと Twitter とかですごくこう叩かれたりしてたから、それにこう俺もなるべく面白く返答しようっていつも頑張ってるんですけど、でもなんか結構忙しくて長い間できてなかったから、何も返答しないとファンのみんなもなんかちょっと心配かなと思って、でもなんかちょっといい流れになってきたじゃないですか。これはファンのみんなの、ジャベリーのみんなのおかげもあると思うんですけど、なんかこの4日間ぐらいかな、なんかすごい自分のミュージックビデオ、タトゥーとかあと磁石とか、ああいう曲のなんか再生数がすごく上がっていってたんですね。でなんでかなと思って見てたら、もうなんかアンチの方の投稿とかファンのみんなの投稿がすごいバズってて今で、すごいこうアナリを見るとなんかこれがすごいバズってたんだよな。このレモンパイパイちゃんさんっていう方のなんかこうすごいツイートがバズって、これファンのみんなも喜んでくれたから紹介したいんですけど、レモンパイパイちゃんさんが、なめたろのファンの民度の良さはマジでどうなって教育したんだよ、わらわら、どんな悪口もいつも丁寧にコメントしてるの何なんだって言ってくれて、これすごい嬉しくない？みんなも喜んでくれたよね。なんかまあ初め誰かアンチの方が僕のなんか切り抜きみたいなのをちょっと悪意を持って編集したのを、なんか こいつは誰なんだ、一体何してるんだみたいなことを投稿したのに対して、ジャミリーのみんながこれはファンのリクエストに答えてくれてるところですよみたいなことをね投稿してくれたやつが今1万いいねぐらいいってて、まあ、これがなんかすごくなんか僕のことをね知ってもらえるきっかけになって、でそこでもこうアンチ VS ファンみたいになるのかなと思ったら、なんかすごいいい世界線になってるんだよな。なんかこういっぱいある、いっぱい投稿、これ全部見たからね投稿、これ全部見てるんですよ。何千っていうこのツイートに対するリプライも俺全部見てるんですよ。だからツイッターとサボってるわけじゃないんですよ。はい、なんか一部ですけど紹介すると、はちみつなめ太郎界隈民度良すぎてびっくり、真面目に世界一民度いいのではとかね言ってくれたりとか、アンチの方がこうファンのファンになってくれてるっていう か、それすごい嬉しくないですか。うん、俺はすごい胸張れるなと思ってるんですけど、この世で一番民度の高いファンたちを引き連れている男、はちみつなめ太郎、りゅうちゃんさんが言ってくれてますね。あ、さっきのは妖怪さんが言ってくれてます。で、脳死なぴちゃん、はちみつなめ太郎、自分で自分のことはちみつなめ太郎って言ったり、ファンも民度良くてだんだん好きになってきてるまである、なんかうまくいいけど癖になる。ちょっと今いいのばっか紹介しますけどね、ちゃんと悪いのもたくさんありますけども、ちゃんと今こうなんか結構ね、なんか
胸がときめくような、なんか浄化されるような感じのコメント欄になってきてるんですが、なってきてるんで、ごめんなさい、帰りました。もう俺昨日から寝てなくて、もうずっと1日続いてるんでごめんなさい、カミカミで、で俺なんかもうあのもう顔もぐちゃぐちゃでなんか本当にごめんなさい申し訳ないんですけど、はい。でね、アンチコメントしてた方がだんだん白瀬さんを好きになっていくってとってもすごいこと。 SNS では顔が見えない分言いたい放題の人が多いのに白瀬さんも悔しかったと思う。私なんて耐えられない、その強みも好き。くまちゃんさんね、最近ファンになってくれた方ですかね、ありがとう。なんかこんな風にこうどんなにこう強いアンチのコメントにもファンのみんなとかがあの真面目に向き合ってねコメントをしてくれたりするから、すごく今ポジティブなものになってて、俺これ一番嬉しかったんですよ。ツイッターの戦いでついにアンチとファンが手を取り合おうとしている展開がかなり熱い、メリーさんという方がねおっしゃってるんですけど、これもう俺ちょっとすごい、なんだろう、なんか俺もそう思うし、これすごい嬉しかったな。ツイッターでファンとアンチが手を取り合ってるとこなんて見たことないので、なんかすごいファンに支えられてるなと思って、なんか今一日一日過ごしてるんですけど、でもなんか正直ファンのみんなは結構悔しいことも多かったと思うんですよね。あの年末ぐらいからハチミツ舐めてろっていう言葉ができて、でそこから年末年始すごく叩かれたりとかして、その時はもう何千リツイートとか何万いいねとか来て、悪い意味でだよ、なんかすごくあの悪い意味でもいい意味でもすごく知ってくれる人が増えて、でタトゥーっていう作品もね1000万回再生いったのか、いって、これみんなのおかげなんだけどね、なんですけど、でもその中にはいいコメントもあれば悪いコメントもあったりして、なんか心配かけたと思うんですけど、でもファンのみんなが俺の作品を守ろうとしてくれたおかげで、こうやってちょっとずつポジティブな空間にもなってきてさ、なんか俺はすごい今胸が腫れてる、うん、ありがとうね。あの多分作品を大切にしようって思ってくれてる気持ちもあるけど、悔しい思いをしてたのもあると思うし、で今たまたまこの3日4日サブスクとかバーンと上がっていって、またミュージックビデオのタトゥーの再生数がちょっとマルチなあのビデオなんですけど、それがバーンと上がっていってて、知ってくれてる人が多分今増えてるんですよね。磁石とタトゥーが今なんか増えていってます。なんでなんか知ってもらえるきっかけにはなってるけど、でもそういうことってなんか1年365日あったとして、いい日なんて多分1日とか2日なんですよね。こういうことが起こる、いいポジティブな波が来るのってほんの数日だと思うんですけど、でもなんかあのこういろんな人に叩かれたりして、なんでこんな悔しいこと言われないといけないんだよって思わせてる日の方が、悔しい思いさせてる日の方が多いこと俺分かってるからね。そういう時とか乗り越えてくれたり、やっぱ TikTok とかも、まあ、みんなそうですけど、バズればバズるほどなんかアンチの人っていうのが増えやすいアプリだったりもするしね。うん、活躍してる人もやっぱみんなこうそれ悩んでるけど、でもなんかファンのみんながそれになんか怒ったりとか、アンチの人たちになんだよお前とか言ったりせずに、なんか真剣に向き合ってくれてるから、作品聞こうかなっていう気持ちになってんのが今なのかなっていう。だから俺は何が伝えたいかと言いますと、なんか俺も自分の作品を信じてるし、一緒に俺の作品とか映像作品、タトゥーっていう作品とか、俺の曲、他の曲も信じてくれてるっていう人がいることが俺はめっちゃ幸せなので、本当にそれはありがとうね。ちょっと長くなったかもしれないけど、それだけちょっとちゃんと伝えたくて、ちょっと最近ファンのジャミリのみんなにもアンチのみんなにもあんまりちゃんとなんか何が起こってるのかって説明できてなかったなと思って、そんな感じでございます。そして今なんでこうやって投稿頑張ってるかとか、楽曲制作頑張ってるかとか、ミュージックビデオなんでこういっぱい悪口言われても立ち向かってるのかとか言いますと、今僕は日本武道館でライブをするっていうところを目指して頑張ってます。そこに向かって作品作りをやってます。そしてその一歩の礎として、来年ね、これファンのみんなにもアンチのみんなにも来ていただきたいんですけど、37カ所ツアー、ちょっと宣伝入れさせてくださいね。1年かけて37カ所に会いに行くので、この東京、千葉、埼玉とかだけじゃなく、もう全国37カ所一番ファイナル、絶賛土日を取れることになったので、1年かけて全国のファンのみんなやアンチのみんなに会いに行くので、もしよかったら、1年かけて会いに行くんで来てください。一緒に日本武道館目指していただけたら嬉しいし、蜂蜜舐め太郎、もし日本武道館に、行けましたら武道館で蜂蜜を舐めますのでもしよかったらはい、お願いします
というのでね、まあ、最近結構やっぱり特典イベントとか握手会とか、お渡し会みたいなのをしてもアンチですみたいなね、なんかハチミツ舐め太郎で知りましたみたいなこと言ってくれる方も多いんですけど、はい、1曲しか知らなくても全然ライブに来ても大丈夫ですし、1曲も知らなくても大丈夫ですし、でも多分ライブ来たらね、あの曲も舐め太郎だったんだみたいなこととかあると思うんで、たくさんね、タトゥー磁石しか知らない人でも来てもいいと思うし、まあ、嘘つきっていう曲とか、愛のデータっていう曲とか、なんかいろいろ、ココナツの方の声とか、どっかで聞いたことあるみたいな、多分あると思うんで、一緒か、ライブ来てくださいっていう、はい、そんな感じでしたけれども、まあ、ちょっと引き続き、なんか気になったコメントっていうか、ちょっと読んでいこうかなと思って。アンチのみんながしてくれたコメントをちょっと読みますね。はい、ちょっと読んでいきましょう。ファンの方経由で私はなめ太郎のファンになった。ファン、なめ太郎変なのと思っても、でもファンの人優しいし、こんな方々に好かれてるなめ太郎は変だけどきっといい人なんだろうなみたいなおかしな状態。あ、俺のこといい人だと思ってくれてるんだな。いい感じで騙されてると思いますよ、ごまちゃんさん。結構ね、僕は性格悪いので、それはファンのみんなも乗り越えてファンになってくれてるんで、もし僕のこと気になってファンになるってことを決めてくれたんだったら、ちょっとこの性格悪い感じも乗り越えてください。はい、マジでどうなってんだろうね。私もこいつのパーカーディスったらすげえ優しい文章で返ってきたよ。深眠甘いたんさん、びっくりしますよね、うん、別になんか教育したとかいうわけじゃないんですけど、守ってくれてるんだよな多分ファンのみんな。激辛手首姫クーリクをつぶせさん、マジでミンドの良さがバグってる。すごいよね、俺もバグってると思う。はい、娘さん、リラックマ界隈と白瀬界隈マジで好き、温かい気持ちになれる。僕の競合はリラックマさんなんですね。面白い。はい、そしてプリンセス転校生さん、ファンのミンドこんなに良いと白瀬さんもいい人なんやなって思って、なんだかんだだんだん好きになってくる。あ、プリンセス転校生さん、なんか関西弁なら京都かな、僕京都なんですよね、うん、もしかしたら一緒かもね。はい、スペース X さん、白瀬さんのファンの人いい人ばかりだから白瀬さんもいい人なんだろうなって思って、最近ちょっとずつ好きになってきてる。すごい、これはジャミリーのみんなが僕をいい人と思わせてくれてる効果だね。白瀬さんがいい人だから引き寄せるファンもいい方たちばかりなんだろうなと思います。ハメクラ涼子さん、亀倉涼子さんかな、うん、ありがとう。歯医者様、白瀬ファンの治安悪かったら多分もっともっと叩かれてハテナな気がする。確かにそうですよね、ファンの方の治安が悪かったらもっと叩かれてる気がする。うん、おっしゃる通り。はい、はちみつなめ太郎界隈民度良すぎてびっくり、真面目に世界一民度いいのでは、妖怪さん、あ、これさっきも言ったか、うん、はじめさん、俺白瀬のファンの方みたいな人間になりたい。うわうわ嬉しいねこれね。はい、で M ザッタさん、白瀬界隈のみんなの高さほんまいいな、こんなリプ交換しかないだろ。これちょっと前までめちゃくちゃディスってきてた方だと思います多分。M ザッタさん、あ、また M ザッタさん、過激なライブパフォーマンスしか知らなかったけど普段の喋り方こんなに穏やかなのか、好感度上がってしまった。普段は穏やかですよ、ミュージックビデオ結構なんかオラついてこう女性の首を締めさせていただいたりしてますけど、普段からオラついてないですからね。なんか普段からあんなオラついてたら逆にヤバくないですか。俺はそういうやつ結構好きですけどね、なんか空気読めない人好きなんで、空気読まない人も好きだし、いや普段は普通に喋りますよ、普通に笑ったりするしね。なんかアンチの人ってすげえピュアだなって逆に思うんですけど、僕がこうやって笑ったりすると、え、ハチミツ舐めたのって笑うのみたいな。俺も人間ですから。はい、はちみつなめ太郎絶対撮影の時まるまる立ってるだろうな。この質問っていうか、なんかこのディス多いんだよな。キモいって書いてあるけどさ、いや、そのこれはもうアンチというより もう地元の友達なんですよ。これ地元の友達に聞かれることランキングナンバーワンが絶対撮影の時立ってるだろうなんですよ。ごめんなさいね、下ネタね、すいません。なんですけど、俺ちゃんと、ちょっと待って、本当これアンチってかもう本当に地元の友達です、あなたは。しかもちゃんと言っとくと、俺めちゃくちゃプロフェッショナルなんで、
撮影中本当にすごいですよ。一回も立ったことありませんから。やっぱそこは自分ってプロだな、すごいなって思うんですけど、でもなぜか撮影終わった瞬間、カエルのロケバスはなぜかいつも 5G なんですよ。もう回線がもうすごいことになってて、だから本当にね、あの本番中は全然なんか集中してるし、いろんな人見てるから全くなんかそんな余裕もないんですけど、やっぱな、なんか撮影終わるとな、なんか本当にこう女優の方とかに申し訳ないんですけど、ロケバスでなんかこうずっとなんかこう何とも言えない気持ちになってんだか何を言わしてるんだまんまとアンチの作品引っかかった。まあこういうとこはキモいんでしょうね。うん、確かにキモい。ありがとう。はい、で横倉マロンさん、ファンドミンドもいいし、作る曲も天才的にいいし、いいやん白瀬、 V6 のマニアックの作詞とか、嵐のソングフォーの作曲とか、白瀬マジすげえぜ。おお、ちゃんとやっぱりこうアンチから僕の作ってる楽曲、歌ってる楽曲だけじゃなくて作らせていただいてる楽曲までたどり着いてくれるんだな、ありがとう。なめ太郎のあだ名も面白いんだけど、聴いててこの曲好きだなって思ったら大体白瀬さん関わってて、さすがだなと思う時がある。スノーマンさんとかニッシーさんとか、おお、ポムさん、ありがとうございます。そうですね、あの楽曲をあの書かせていただいているというか、まあ、あのできる協力をさせていただいております。うん、真剣にやってます。あのニッシーさんとスノーマンさんはあの真剣にやらせていただいてます。うん、はい、で他にもあるのかな。はい、まあいろいろありますけれども、なんかはい、はちみつなめ太郎ちゃまのファン民度良すぎるから正直問題ライブ気になってるわね、レオンちゃまちゃん、ありがとう。ライブ待ってるよ。あのあれかな、クリマンさんかな、アレン様界隈の方は結構最近ライブすごくよく来てくれますけどね、それは結構嬉しい。うん、ありがとうね。まあ、アレン様も名言、結構名言メーカーだからさ、すごい心に響くこととか多いから、結構音楽の歌詞と共通するところがあるんじゃない、もしかしたら。俺も YouTube とか見てるからね、アレン様。レオンちゃんさん、ありがとうございます。はい、あとラプンゼルさん、民度良すぎるからかファン含め、なめ太郎もなぜか憎めないんだよな。憎んでたこともある、もしかして。はい。なめ太郎はご本人も人間できてるし、ファンの民度の良さも異常だからもはや普通に好きだよ。高速餅つきし、人間できてるかな、俺。好き勝手生きてるよ。ありがとう、でもそういう風に見てくれて。ファンがいいとアーティストもよく見える。うわー、これ響く。ありがとう。これはジャミリのみんなに感謝ですね。いや、ファンがいいとアーティストよく見える問題、やっぱ確かにあります、これ。めっちゃある。で逆に言うと、俺、なんか、あの、結構前、好きなパン屋さんがあったんですけど、そこに並んでる常連さんみたいな方々が、すごく態度悪くて、まあ僕はそういうのを耐えれるんですけど、そういうこう、傲慢な常連さんみたいなのがいて、なんかあの、新しく来たパンのお客さんの人とかはちょっとそれに引いて来なくなっ、なんかこう帰っちゃったりして、何のあの人みたいな感じになって、まあ、逆はそういう空間ですよね。でも今全然本当になんかジャミリー の, あのファンのみんながすごく言いやすい、言いやすい空間というか、すごくいい空間を作ってくれてるんで、だから本当にそれは感謝ですね。自分の作品を好き、僕が作ったパンを好きって言ってくれる人がいたとしたら、純粋に手に取れる形にしてくれてるんで、それはもう支えてもらってるっていうことだと思いますね、僕は。うん、初めまして、こんばんは。私はシロさんイコールはちみつなめ太郎さんの新人ほやほやのファンです。私のわからないことをたくさん教えてくださるファンの方々、困ったら質問してねって言ってくださる皆様、こんな風に優しくしてくださるファンの方っているのって思いました。皆さんとても優しいです。嬉しい、みんなのおかげだね。ちょっと今日はファンのみんなに出れててごめんね。アンチの方もなんかあんまり強くディスってこなくなったからさ、まあ、まだひどいのあるけどね。マジで本人の界隈全ての質が良すぎるという理由だけで白瀬をフォローし続けている。自分の推しがなめ太郎で通じる世界線考えたことあるか、イータンさん、ありがとう。あ、さっきのはアイラさんかな。はい、で、こんにちは白瀬さん、ファンの方々が とても優しく新参戦決めました。掛け声の動画とかって、ライブの掛け声の動画とかって YouTube にありますか。おお、もうあれかな、アンチになってライブに来てくれるって人がだんだん増え始めたのかな。ありがとうございます。これは鍵垢の方なんで名前呼ばないですけど、はい、というふうにね、いろんな方が
知っていただけるようになったので本当にありがとうございます。なんか俺目マジクリクリだ なんかかかってんのか、これかかってないよね、はい、ありがとうございます。ということで、今日はこう何が伝えたかったかっていうと、まあ、最近こう、まあ、数ヶ月ぐらい、年始から7月ぐらいまでなんかすごくなんかいろんなアプリで作品がバーって広まったことによって TikTok とかバーって広まったことによって TikTok とかTwitter とか YouTube とかでむちゃくちゃ叩かれてた期間があって、でも7月ぐらいからだんだんそのこうアンチの人がファンになるようになってくるようになってきて、でなんかそのアンチの方の中でもやっぱりまともな心を持ってる方もいて、そのまともな方がこの人応援したいなって思うようになってくれてるきっかけをファンのみんなが作ってくれた。だからなんかすごく僕のことを応援してると、まあ、僕のやってる音楽はやっぱりこう誰かみたいな音楽とか世の中にある音楽じゃないのでディスられやすかったりすると思うんですけど、でもなんか一緒に信じてくれてる人がいて、まあ、毎日悔しい日の方が多いと思うけど、そういうことを乗り越えて今すごくいい時期、知ってくれる人が多かったりとかファンクラブ入ってくれた人もここ数日たくさんいたりとかして、でなんかタトゥーのミュージックビデオがなんかすごく回転数が上がってきててね、なんか多分アンチのみんなもなんかその蜂蜜舐め太郎っていう言葉の元になった作品を見たいなって多分今思ってくれてるのが今なのかなみたいな。サブスクの再生数とかも上がってきて何が起こってんだろうなと思ったんですけど、まあ、それがあれでしたね、レモンパイパイちゃんさんのこのなんかすごくリツイートされてる投稿とかを筆頭にいろんなアプリで今なんか僕の投稿よりもファンのみんなの投稿とかアンチのみんなの投稿の方が今バズりやすくなってて、そこから僕の音楽を知ったりとかライブに来てくれる人が増えました。ということで、まあ、まだアンチの方で蜂蜜舐め太郎っていう言葉はなんとなく知ってるけど由来知らないなっていう人はタトゥー YouTube でタトゥーを調べてみてください。それが僕の蜂蜜舐め太郎の由来だったりしますし、でライブでも蜂蜜は舐めてまして、磁石白瀬磁石って調べるとライブ映像が出てくるかもしれません。はい、ということでちょっと悔しい思いとかね察してる時とかも多いと思うんですけど、ちゃんと動画撮っとこうと思って、ちょっと昨日からずっと一日続いてるんでもう顔とか髪の毛とかもう終わってるけどすいませんごめんなさい。ということで今からちょっと僕は寝ますちょっと一瞬寝ます。はい、ありがとうございました。まあ来年ね1年かけて37カ所会いに行くから楽しみしててね、ありがとうね今日ボッサボサでごめんねてか本当にちょっと久々にこんな長く動画撮ったから何言ってるか分かんなかったらマジでごめんね、ありがとう、じゃねー。あ、ごめん、そんでちょっと寝る前にさ来年のボッサボサだな、やばちょっと許して、来年の37カ所ツアー1年かけて全国37公演会いに行くツアーのチケット始まってるところあるんで、まあでもまたそれはちゃんと動画撮って説明するよ、うん、説明するからね。でなんかこの3日4日ぐらい、まあ、この1ヶ月とかで知ってくれたアンチのみんなも全然ハチミツの曲とかしか知らなくても大丈夫ですし、てか1曲も知らなくても全然エスコートするので、なんかこのハチミツ舐め太郎って人気になるなとか、あ、日本武道館でハチミツ舐め太郎がハチミツ舐めてるとこを一緒に目指したいなって思ってくれてる誰かがいたとしたら、もしよかったら一緒にね夢追いかけてくれたら嬉しいです。まあ1年かけて会いに行くからさ、なんかそんな深く考えずちゃんと俺もなんかまたどこどこのチケット発売してますとか動画撮るようにするよ。まあなんかいい波とかいい風が吹いてきたのもジャミリのみんなのおかげだからね、あなたの1日1投稿とかまあ、忙しい人はなんかたまにねリツイートとかしてくれたりとか TikTok でなんかわからない人になんか教えてあげたりしてくれてる人とか、そういう人のおかげで支えられてるんで、ごめん長くなったありがとう、おやすみ